オッケー、ライトセーブ、これ超様々だな。よしよし、来た、ディエゴ。思ったほど難しくない。あれ、どこ行った？あ、いた。あ、でももうあとケツに、ほら、あ、行っちゃった。全然行けたな。おう、ディエゴ、ごめん、やんなきゃいけなくてこんなこと。起きろよ、ニック。パチャママってなんだよ。お母さんが言ってたんだよ、それ。それしか覚えてなくて、なんかどっかで聞いたな、それ。ちょっと見せたいもんがあるんだ。首の入れ墨についての秘密かな。あ、怖いのを見たんだよ、この中で。あ、なんか見たことはないか。カルティオキーズ。ああ、テロリストだよね、2006年の。お母、妹のイザベルが助けて。何が起きたんだ、彼らに。死んだと思うんだよな。その後すぐいなくなったって。ゾンブレックスチップが全てを管理するはずだったのに。これも見て。これをびっくりしたんだよ、見て。2007年にアウトブレイクが始まって。首を見るんだ、やつの。あ、え、どういう意味だ、あれは。わかんないんだよ。とりあえず、問題に集中して。この街から出て、その後で何が起きるか考えようぜ。鍵を取られちゃったんだ、飛行機の。取り戻さないと。ああ、どうしたんだよ。いや、なんでもない。とりあえず鍵を見つけに行こう。ゾンビのあれかな、モルモットってことかな。シャック、懐かしいな。懐かしい。持てないんだ。これ渡せないかな。あ、改造アイテム渡せないんだ。どうしよう。まさかみんなここが出てくると思わなかったな。全部プレイしたらトロフィーとかないかな。オッケー。これ集めとくと、あの、後であれがもらえるんですよね。選べるんで。よし、これ渡しとこう。とりあえずコーヒー。あ、ギャングメンバーから鍵を取り戻さないといけないのか。まあそうだよね。あ、ナイトの武器を持ってくれっていうリクエストが来てるんで。
弱いんだよね、どうせね。あ、キッチンにレシピがあるのかな。こっちあった。チェスト、あ、え、チェストビーム、なにこれ。やるしかねえ。チェストビーム、これはロボット的なやつか。やりてえな。あれ、チェストビームどこ。あった。わあ、電子レンジとモーターサイクルエンジン、オッケー。普通ありえないけどね、こんなん。あー、もういっぱいいっぱいか。おお、かっけえ。これどうやってやんの。おお、やったー、めっちゃ嬉しいんだけど。オッケー。じゃ、これ使いてー。めっちゃゾンビ使いてー。大量にいないから。あ、やっぱ遅いね、この装備だとね。あれ？あっち。あ、でもなんか思ったほどそんなかっこよくないな。そこまで。なんかもっとバーって行くのかと思ったらそうでもなかった。ああ、あ、やべ、ちょっと待って、これ多分行っちゃったらこれやるか。あ、ここか。じゃあまあ、てかディエゴ連れてきたくないんだけどな。一旦戻るか。かっけえな、これ。オッケー。じゃあ、ちょっと一旦ここに戻って。一旦戻ろ。やばい、お怒りだ、お怒り。ああ、ここか。だ、まあ、まあこれだよね。俺と言ったらこれだ。あ、これはもういいかな。レザーソードさ。あれ？これでいっか。爆弾はなんかあんまいらないような気がするからな。じゃあ、あっ、あー、ディエゴ外せないんだ。ここでじゃあもう一回ちょっとおさらいなんですけど、このゲームは時間制限がないんじゃないかっていうふうね、ふうに言われてるんですけど、あるんですよ。ここ行くと、地図見ると、左上にどこだっけ、まあこれか、
この左上に 3days 2 hours って書いてあるんですけど、あれが残された時間なんですね。それまでに全クリまで行かないといけないんですよ。で、各サイドミッションにも時間が決まってますし、その全体で見た時のミッションも決まってるんですよね。だから勘違いされてるんですよ。もともとゲームのデベロッパーがこのゲームは時間制限入れないよっていう風に言ってたんですよ、インタビューでね。でも実はそれが間違いで、時間制限は普通にあったっていう、そういう話です。だからそこは多分皆さん知っといた方が時間制限あります、普通に。以上でした。ただイージーモードっていうのでやると全然時間は余るんで問題ないと思いますよ。降りるか。そう、俺はその時間がないっていうことに結構遅く気づいたんですけど、これか。どうしようかな。時間サイドミッション行こうかな。やっぱ遅いな、動きが。このここにあるな、この上の行き方が分かんねえんだよな。このあった、階段。あった、やったー。プッシーベア、なんだこれ。プッシー下ネタじゃないですか。これと多分これだろうな。いや、置いとけば。ああ、いらない。とりあえず集めとけば後でゲットできるからね。ここ行ってみようかな。これ取れそうだな。これディエゴ怪我してないかな、落ちても。うわー、めっちゃ落ちた。プッシーは女性の性器ですね。ああ、ここに置きたかったけど、まあいいや。来た。これもう倒しとこう。いいや、倒したい倒したい。あ、違うの作ってた俺。間違えたやつ作っちゃってました。まあいいや、後でじゃあ作り直すか。こっちに この中か。中行くか。じゃあディエゴはもう知らん。ほら、ディエゴついてこい、男なら。ストーリー本編続けたくないもん。こっから入、裏からだっけこれ入んの。うわー、めっちゃやる気じゃん。あー、入れない。ロック。そうだった。
入り口の窓から入るんだった。やばい。ディエゴが。ごめん、ディエゴ。まあ、でも、レベル上げにはいいな。あれ？あ、やばい。間違えた。よし、ディエゴちゃんおいで。間違えたな。ディエゴ死なねえよな、多分。大丈夫だよな。どっかでさ、待ち合わせしてほしかったな。うぜ。おっと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 、いや。ここだ。そうだ、すっかり忘れてた。これディエゴに曲げないとな。これ何？ケミカルか。どっかにあるだよね、ここ。ここじゃないとこにあるんだよな。あ、ここはセーフハウス。服変えようかな。なんか重い。あ、来てる。これにしよう。警察に戻ろう。オッケー。あ、ディエゴに渡しとくか。Okay. I appreciate it. あ、回復した。オッケー。反対側に行かなきゃいけないのか。あ、でも入れないんじゃないのかな、あっち。もしかしたら。行ける？なんかダメなような気がすんな。あ、入れない。あー、これさ、入れないとこ多分いっぱいあるんだろうね、まだストーリー上。そっか、そういうの表示してほしくないな。じゃあサブクエ行こうかな。あ、まあこことか行けそうだけど。あ、これ行けるか。これ行こう。オッケー。